はいどうも、お茶です。じゃあ今日は貝を使ってランクもやっていこうと思います。いるかな。今ね、深夜の4時なんですけど、あ、いますね。あー、見てた。しかも4品ってことなんでちょうどいいですね。しかも21段同段、マジか。ということで20段の方見つかったんで、この方では見ますか。あ、この方多分変動しますね。変動ラグラムレザルか。ラムレザルはまあ一応有利っちゃ有利だけど、画面端ではめられたらね、もう有利不利関係なしにきついんで、どのキャラも。なんでちょっと立ち回りを慎重にやっていかないとダメですね。J ハイとか特にね、カウンター食らって端まで運ばれること多いんで、そこ気をつけていかないとね。まあ、とりあえず開幕円錐でしょ。これは安い。剣破壊していきたい。やべ、触られた。投げて後ろに投げちゃった。ジョニーの癖。これ大丈夫、ダウンさえ取られなきゃ何も痛くないから。ヒット確認したんですけど無理でしたね。すげえ逃げますね、このラム。やばい、これ何も拡散おそらくない。くそー、ユーリフレームなんで勝利っぱなしたんけどダメだったわ。中段ユーリフレーム、オッケー。ユーリフレームってあっちがユーリフレームってことですね。自分がフリーフレームです。ラムの中段はほぼ多分全部ユリフレームなんじゃないかな。なんかもう一個ズドドドドドってのと、あとあれあるか、かかと落としみたいな。かかと落としは確かあれ有利なんだよ。この方あれだな、勝利を見せたけどずっとやってくるから、ユリフレームフリフレームで俺が勝利を見せたけどずっとやってくるから、もうずっと勝利でいいかもね、対応されるまで。とりあえずランクマ特有の勝ちたいムーブでもう一回対応していきましたね。下段まだはめられない。これははめられた。あれセーフ。はい、これおいしい。運んでいくよ。でこっちダウン取れる方で、これでデッドアングルか。痛い痛い痛い。うわー、はめられてる。いやー、壊せなかった。下手くそだな。もうずっと剣ない状態。やばい。いやー、しゃがんじゃった中段多いな。中段多いからブリッツでもいいかも。ただね、捕まえれるかなんですよね。できたら地対空でダウン取りたい。空対空ダウンないんじゃない。あー、これ中央でバースト使ったの下手くそやな。やばいな、捕まえれない。うわー、これ痛い。しゃがんじゃった。コンボミスれ。おそらくお正義の中段が来るはず。さあ来るか。勝ちたいです。やべ、これまずい。あー、やっちゃったちょっとどうやって捕まえようかな。ひたすら逃げるか回じゃなくて、ひたすら逃げるラムなんで、どうしようかな。捕まえるの苦手なんですよね。地対空がね機能すればいいんですけど、地対空も届かないところでずーっと剣設置してるから、空投げとかね。そうで、できたら逃がしたくないけど俺そんな固めうまくないから。これはダウン取った。もうダメージ取りに行くしかないっすね。でどうしよう。ここで勝利でケイ。女キャラどうしよう。殺しきれるかと思ったんだけど、勝利がそもそも出なかった。ブリッツ、はい。あとはもう勝利こすってもいいかもな。ディレイかけてるんで、あれ結構ディレイかけれるんですよね、コンビネーションラムの。なんで勝利こすってもいいかも。ほんと中段ぶっぱまになりそう。投げと中段でタックテックは投げれない。これ投げれないの痛すぎる。うわー、投げこする。勝利、これはもうセバで終わり。ごめんね、中段ぶんぶん丸いや、固めがね難しいんですよね。あと女キャラって2杯でジャンプ買っても、中段ぶんぶん村だから嫌われた。